G 先輩です。ノクタン。ジーコだよ、ノクタン。引き続き火の領域です。強敵マークが取れたとはいえ、まだ敵は強いですねー。特に双剣持ちの美しい戦士が強敵です。リーチが長いし威力もあるよね。それにこの辺で他の戦士も見たし。まあ頑張りますか。そうそうここだ。完全に悪魔みたいな見た目してるけど、どういう種族なんだろう。火の巨人の子孫とかじゃないの。なんかそんなような話があったかな。音だけ置いていった。こちらは大したことないか。レベルは78と。もうそれだけ聞いたら終盤だよね。ほんとですねこの檻の中にアイテムがあるのですが、何かが違うのかどうやってもいけません。降りれないし。まあだいぶ後になっていった時は、すっと行けてびっくりするんですけどね。そうなんだ。うわ、このルーンの火の力、元の俺に匹敵する。いや、俺よりはるかに強い。火力を誇るイフ様が自分の力を疑うなんて、珍しい。ふん、俺様は、真実から目をそらさないからな。イフの元の力か。なんだ。あちょ。誰かいるね。またボスだろうか。一応つけておこう。セーブがありそう。これはさすがに下からは無理と。よっしゃー。セーブしないの。敵が復活すると思ったけど、さすがにこれだけ食らったらした方がいいか。向こうにも隠れてる。まあほぼ隠れてないけど。厄介なところにいるな。先に壊しちゃえば勝ちだ。そうね。あれ？戻っちゃったよ。宝箱はどこから？と思ったらそのままここでした。普通だったね。爪なのにブーツ。うん、防御力も非耐性も上がるのは優秀。彼らが装備しているブーツかな。その雰囲気はありますよね。それじゃ挑みますか。当たらないし。人間ごとき我々の縄張りに忍び込みおって死ぬ。おい、なんでそんなに凶暴なんだよ。話を聞けって。ふん、逃がさん。何この2点目は。追いかけてくるね。うそ。今まででもかなり早かったね。期待性は上げておこうかな。はい。
やばいわ。あまり非耐性は意味ない気がする。むしろ非ダメージを抑えた方がいいな。めっちゃやられるね。パターンはそこまで激しくないんだけど、どうにも避けづらくて、なんか勝てそうにありません。武器を双剣にしたり工夫をしてますが、やはりこの攻撃をうまく避けない限り勝機はないでしょう。避けてるね。ようやく掴めてきました。こんな感じ。いいじゃない。そして次あたりにこれが来るので、素早く避ければこの繰り返しです。ああ、そうだ、2回目はまずこれからだった。ペースを乱された。あとボスと重なると見えにくくなるから、まあその辺に注意かな。危ないよ。はい、でもここで慌てず、この時に回復するといいです。なるほど。そして次のこれさえ避けられれば安定します。これに慣れるまでまあやられましたね。まあ食らうけどだいぶ良くなったと思います。いいね、ちゃんと予想できてる。ご覧の通り、一度避けたら一旦止まり、次の攻撃が来る時にまたダッシュするとうまくいきます。焦ってダッシュを連続ですると、それを刈り取るようなムーブになってますからね。そっか、連続ダッシュが終わった頃に2回目が当たるのね。はい、追尾は飛び抜けてるのでまず当たるってわけです。回復したいと焦っている時ほど食らうんですね。だからこの時を頑張って待つわけです。もちろんどうしてもという時はアイテムでいいですけど、こうやって運がなくなった場合も仕方ないし。さすがにね。押し切れるかと思ったけどさすがに怖いな。でもいけそう。パターンが変わりさえしなければ大丈夫そうです。え？ちょっと速くなってる。いや、速くなってるな。ちょっと危ないところだったね。くそ、人間ごときが。なぜ人間を目の敵にする。お前、我々と同じ気配がするのに人間への憎しみを忘れたのか。でも戦争はとうに終わって。終わり？戦争を始めたのはお前たち人間だ。我々は神より与えられし使命に従い、庭園の秩序を保ってきたが、お前たちは悔い改めることを知らず、卑劣な陰謀で我々火の巨人の将を殺した。神は人間に罰を与えたが、それで終わってたまるか。神が与えた使命は、庭園を守り秩序を乱す行為をやめることだ。断じて戦争の継続でも、憎しみによる皆殺しでもない。新たに誕生した巨人たちの言葉こそが正しい。庭園を守る最善の手段は、卑劣で貪欲な人間をこの世から消すことだ。新しい巨人だって、バカな。俺が誰だかわからないのか。お前、我々と同じ気配を感じるのになぜ人間と。やりすぎたか。あいつの魂が火の井戸に帰れば、黒幕も侵入者に気づくだろう。ずっと思ってたけど、イフはどうしてそんなに物知りなの。さっき火の巨人も。それはライネちゃんが覚えてないだけだ。時が来たら
そのちゃんと説明するから、早く出発しようぜ。うん、さっき戦争が終わっていないと言ってたけど、どういうこと？巨人との戦いは昔の話でしょ？あのバカども、誰が定めた制約だと思ってる。もう容赦はなしだ。目を覚ますまでボコボコにしてやる。魂までは傷つけないけど。イフ、珍しく怒ってる。もうほぼ自白したようなものですね。イフの正体は、まあそういうことなのでしょう。だけど新しい日の巨人が誕生したからおかしいと。でも巨人たちって言ってたよね。まさか複数いるのか。イフが本当は強かったというのも納得だな。それが今はこんな姿になって、正直かなり悔しいんじゃないのかな。それでもライネちゃんって慕ってくれるのはなんでだろう。その時何が起こったのでしょうね。気になります。結び目が落ちた。そんなことあるの？普通にセーブできるし。木なのにそこに生えていないの。ただ置いてあるだけだったのかな。今のだとそう見えちゃうね。でも非常に斬新で面白い演出でした。この仕掛け、他のゲームでもあったら面白いと思う。そうね。なんかどこかで見たことあるような敵だな。どう見てもパワータイプね。こういう敵が出てくるとほんと終盤っぽいな。よし。手に入る経験値もすごいことになってるよね。それでも全然水位が上がらないのもまたすごいです。もう下が見えないからこればかりは仕方ない。一度は落ちちゃうよね。結構シリーズものというか、同じタイプの装備がありますね。お花のやつとかミスリルとかね。同じシリーズで揃えてみるのもまたいいものです。船、うわ、船頭さんか。はあ、人間か。珍しいな。それに、はあ、小さな従者もいるのか。はあ、あんた弱そうだな。魂の連結のおかげでかろうじて生きているのか。嘆かわしい。あんたな。それはただの事故で。そんなことないですよ。イフは弱くなんかありません。本当に弱くないと言うなら、なぜそんな姿になったんだ。私を救うために魂をつないでくれたんです。もういいよライネちゃん。ジジイ、あんたの船で他の場所に行けないか。確かに私の仕事もしてるが、船に乗るならまず切符を買うのがここのルールだ。ここの水路はとても複雑でな、わしがいなければどこにも行けんぞ。船に乗りたいならまず切符を買ってきな。うわマジかよ、これ急いで作ったんじゃないだろうな。ちょうどいいかもが来たってね。3000は高すぎますって。他に便利なアイテムを売ってるのは助かるけど、でも3000はな。この感じだと安くしてくれたり、買わなくても乗せてくれるとか、そういうのはなさそうだし。船に乗り買うしかないのね。なかなか集まらないのに。もう仕方ない、ある程度探索したらまた町に戻って何かを売ってお金を作るしかないか。それもまた悲しいね。ここに行けそうなのに行けない。
そうなんだ。よし、レベルが上がった。そしてこうやって戦っててもスズメの涙ほどしか稼げないので、やはり大量にお金を作るには売るしかないかな。そうなっちゃうのね。会心ダメージが下がるだけであとは優秀です。すみません。お、ちょうど足りてる。これで多分品揃えは一新しますが、それは今度のお楽しみにしておこうかな。あと船でどこに行けるのかも次回のお楽しみにしましょう。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回をお楽しみに。ノクターン。また見てもらえたら嬉しいな、ノクターン。